どうもーん、えーっとね、今回もちょっと本を読んだんで、えー、ちょっとシェアしたいかなというふうふに思います。えー、今回ん読み終わった本、読了した本がねね、えー、これです、ね、解剖学教室へようこそということで、えー、養老たけしさんですね。養老たけしさんの本で、えー、養老たけしさんって、えー、バカの壁かかはった人やったかな。ちょっと僕ははっきり覚えてないですけども、この書、 解剖っていいうううかそういうあれなんですねお医者さんというかあのー、そういう人の、ね、作家さんかなと思ってたらですね、えー、こういう本も書いておられたということでこの本はねえっ、ー、と 結構だいぶ前に買ってると思うんですけども、えー、1回ぐらい多分その今回読む前にも読んでたと思うんですけども、えー、その頃はね解剖学まあ言ったら全く分かってない状態で知識がない状態でこれを読んだと思うんですね解剖学を、ね、勉強しないといけないということが、えー、あったんでその多分買って読んだんやと思うんですけど全然もう内容は多分入ってない。 で今回ねそのまだまだ僕解剖学をどん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 勉強していってこう覚えていってということでこう詳しくなっていきたいんですけども、えー、その途中でこう読んだ、まあ、本になって、えー、1日ねこう解剖学関係である生態関係かなんかそういう本はこう10本 12分ぐらいの時間を使ってですねこう読むようにはしてるんですけどもその中の一つでこの「解剖学教室用ようこそ」というこの本を読ませていただきましたでこれはねこう読み物としてこう面白いのとまあ、解剖学をこう、まあ、かじってるとですねその分かりやすくこうなってると思いますで、えー、どういうこう歴史があったかとかですねその 解剖学、うん、解剖学というか解剖ですね。解剖はどういう感じでこうやるようになったかとかね、そういうことが書いてますね。こうえーまあ、江戸時代とかね、そういう時にっていうのとか、えー、そういうものが書いてあったりとかですね。あとこう、まあ、考え方というか、えー、そういうものが書いてあるんですね。そのうん、非常にこう面白い歴史がいろいろと分かる本で。 えー、もちろん1回読んで全部がこう頭に入ってるわけではないですけども、えー、非常にこう面白くこう読ませていただきました。うん、で、えー、前もね解剖学の本読んで今回もこう読んでいって。 でまたこう解剖学自体こういう読み物の本もう暗記するためのこう教科書みたいな本はまああるんですけどもえそれはちょっとまたこう読み物として読むのとすると難しくてその何かこう調べるときに読むものとしてはあるんですけどもこういうえしっかりこう本として読むのでいうとえもうないんですね僕解剖学の本でいうとあとはこうえまあアトラスとかそういう解剖のその解剖自体の ことが書いてあるいろいろこう詳しく書いてあるやつはあるんですけどもそれはこうただ読むとなかなかこう頭に入りにくいんで今の場合、えーまあ、YouTube の動画でこう見ている形なんでうんとまたこうちょっとこういう解剖学関係のこう読む本っていうのをまた書いたいなと思います。 で,できたら、こう、ブックオフでみいろいろ見たいんですけども、ブックオフもね、なかなかある時はあるんですけど、えー、ないところはね、ないんでね、そういう解剖学の本がなかったりもするんで、えー、まあ、そういう場合は仕方ないんで、まあ、ネットでね、例えば Amazon とかね、えー、楽天ブックスとかそういうので買うしかないですね。ほんまはこう、あの、ブックオフでね、こう、いろいろ見ながら、こう、買いたいんですけどもね、うん。 その辺がまあまあブックオフ行く時はまあ見ていってっていうことですで今は僕はこう生態関係のこう本を今読んでるところで非常にそれも本はその本で面白くてですね、えー、すごくこう面白くこう読んでると興味深く読んでるっていう形ですね、うん、で解剖学を暗記もちろん暗記していってその体が一つとしてこう全部 読み終わった時につながっていく状態になると一番いいんですけどもね、えー、それとですね僕の中でこうまあ施術にこういろいろ加えていきたいところでその筋肉のこうまあ動きもそうですしそのつながりもそうですし、えー、そういうものをこう頭の中にある程度完璧にこう把握したいんですね、えー、そのことによって こう今はまあ、まあ、施術はしてますけどもそれをこうもっとこうそのお客さんの症状にこう合わせた、えー、そのボディケアがこうできるようになる。まあ、ストレッチ的にこう えー、まあ筋肉に深くかけていったりとかね、えー、そういうことでこうよりこういい状態をお客さんが、えー、保てるというかいい状態に持っていけるようなね、えー、ことができればいいなということでまあこれはねこうコツコツとやっていくんですけどもこれはねあのー、とりあえず一から全部こう覚えていくっていう形ではなくてですねそのお,お客さんがおられるんで、えー、そのお客さんの症状でですねこう 1>, えーまあ、1回目やと2回目があるかわからないんでちょっと難しいんですけども、えー、そのよくこう来ていただいているお客さん特にね来ていただいているお客さんのその課題に対してですねいろいろ自分が調べていってそれに対するこうアプローチ、えー、筋肉へのアプローチのやり方をこう模索していってですねでお客さんがこう楽になってもらえる状態をこう作っていくって とといいいいううう形をっっててきたいなというふうに思ってますだから肩が決まったものを今んところある程度はやっていってその疲れたはる箇所によってこうちょっとこうアレンジは加えていくんですけどもそういうことそういう大まかなことというかぼやっとしたことだけではなくてですね、えー、しっかりとそのある程度こう根拠を持ってできる状態と自分のまあ言ったら。 えー、まあ、感覚、施術の感覚を鋭くしていく。で鋭くしていくためには自分のね、えー、体作りが大切だと思ってます。その自分の体作りでこう体の感性を研ぎ澄ましていって でですね、それをこう指先からこう感じ取ることができる状態にこう持っていくというかね、えー、そういうことがこうできるようになればいいかなというふうにちょっと考えているということです。でそのためにもこの解剖学っていうのね解剖学っていうのがこう必要だということにこうなります、うん。だからまあまあ,、まあ、あのまあ解剖学教室へようこそというこの本はね、えー、自分がこう。 いろいろとこう進めていってこうやっていこうというのに一つ必要なものであってで今回呼んでいったと。 でまたこう、ちょっと間を置いてまた読んでみて、そしたらまたこう、これ、この本のね、印象も変わってくるだろうし、自分のね、えー、考え方もまた変わってるだろうからですね、えー、また新鮮な形で読めるだろうと思います。まあ、しばらくはちょっと読まないですけども、一旦これで、えー、今回これを読ませていただいたということで、えー、解剖学教室へようこそというも、えー、本をですね、読了しましたということでした。じゃあ、以上となります。ありがとうございます。